こんにちは、柴田です。今回はクルーズマニアックサウンドのレスポールタイプのレビューになります。おはようございます。こちら、木がすごいですよね。クルーズマニアックサウンドは国産高品質で有名なメーカーです。製造は長野の飛鳥工場、ディバイザーですね。百瀬などを製造している工場と愛知県の寺田楽器。これは KTR シリーズというものなんですけれども、楽器店のミュージックランドキーさんがその価格帯では製造することが不可能とされてきたギターをコスト度外視で本当に良いものを作るというコンセプトの夢のようなギターになっております。道理でこの木すごいですもんね。プロデューサーはクルーズの吉岡さん、そして国産ピックアップの重鎮 K&T の高野さん、このお二人のもと日本の職人さんがハンドメイドで組んでいるのがこの KTR シリーズ。材はね、もう一目瞭然です。トップは 4A グレードのフレームメイプル、ボディバッグはマホガニー、そしてネックもマホガニーで、なんと指板は計らんだ。それだけでも驚くんですけれども、このネックのマホガニーと計らんだは30年間自然乾燥をさせていたというですね、本当に貴重な木材になってます。ピックアップなんですけれども、基本 K&T のピックアップは手巻きになってます。ハンドワイヤリングですね。パフ系で非常にレンジは広いんですけれども、ミッドはグイッとしっかり出てくれる。ヤフオクでもかなり高値で売られているんですが、ヴィンテージピックアップを求めている人が最後にたどり着くピックアップがこの K&T と言われるぐらい、ヴィンテージパフに本当に似ていると言われてます。ヴィンテージパフに関しては手巻きのものも多数あるんですが、作り方としてはヴィンテージと同じ素材、そして同じような巻き方、そこはしっかりと再現されているんですけれども、 K&T はですね、何がすごいかというと、経年で変化したところまでの巻き方を再現しているんです。なのでこのピックアップは50年待つ必要がないと言われてます。木材のこだわり、そしてピックアップのこだわり、そしてハンドメイドで作られている、間違いなく国産最高峰のギターと言えると思います。重量は 4.1kg、 グリップなんですけれども、これはですね、59年のレスポールをモデルに作られているギターなんですが、どちらかというとね、58年ぐらいの太さがあります。丸くて太いネックです。ここから極太のですね、サウンドが生まれてるんだなと。ではこの後音を鳴らしていきます。
というふうな感じになっております。いかがでしたでしょうか。非常にいいサウンドですね。個人的な感想としてはピッキングの時にですねしっかりとこう絡んでくれるのはやっぱりこの木の良さだったりピックアップの良さなんじゃないかなと。この K&T はレンジは非常に広くて歪む段階が早いなというふうな感じがしました。トム・ホームズなんかはですね結構クリーンからクランチまでの方が長くてその後ドライブでグイッと行くんですけれども K&T はこう若干のドライブでもクランチ寄りになってきて歪む段階が早かったですね。この KTR シリーズはなかなかね見かけることがないんですけれどももし楽器屋で見かけたらぜひぜひ手に取っていただきたいなと。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。